こんにちは、マックスです。今日は、日曜日。今日これから銀座の方へ向かいたいと思います。ね、そして、今家を出たところなんですが、あいにくの雨に見舞われてしまいました。予報では夕方というか、18時過ぎぐらいからね、の予報だったんですが、今、時間は13時前なんですけどね、すでに、雨が降ってきております。ちょっと角度がですね、今撮ってるのは、インスタ 360-53S ですね。今日はこちらを持ってやってまいりました。今日はうささんと銀座でお散歩という予定にしております。銀座にやってまいりました。よいしょ。なんか今日は比較的道が空いてましたね。よいしょ。さあ一周ぐるっと回ってきました。西銀座駐車場入ります。なんでもう一つの方はあれだったのかな、出口専用になっちゃったんでしょうか。よいしょ。シンクエチェントの横へ止めよう。よいしょ。よし、こんなもんじゃろ。到着。さあ、銀座といえばここは外せないので、待ち合わせの時間までちょっと覗いてこようかと思います。今来たのは銀座ライカ店です。2階の展示コーナーにやってまいりました。今日はよいしょ、中井精也さんの写真展ですね。いやー、なんかすごい自分好みの写真がいっぱいあって見入っちゃいました。ソニープラザで待ち合わせをしたんですが、ソニープラザが建て直しになったんですよね。ですんで、どこで待ち合わせをすればいいのか迷ってます。来た来た、宇佐さん合流。日産のってどこにあるんですか。日産の今のソニービルです。これソニービルですよね。旧新新ってあるんですか。ソニーギャラリーがあるビルだ。それは知らなかった。ということでカレーを食べに来ました。
わ、すごい、すごい、すごい。はい。やん、美味しそう、カレー来ました。そしてこちらに辛さトッピング。いやー、むちゃくちゃ美味しかったです。チュラ菜園っていうところに行ってきました。夜はなんかお肉をお肉料理をやってるそうです。さあ、これから歩いて日比谷公園へ行ってみようと思います。日比谷公園にやってまいりました。初めて来ます。東京に住んでて一度も来たことないです。日比谷公園のんびり散策してます。なんかフラワーフェスティバルやってて、今日最終日で終わったんで、高校生が育てた、ホッサムとかなんだかそんな名前の花をいただいてまいりました。日比谷花壇、まさに日比谷公園にある日比谷花壇、初めて見ました。いやー、日比谷花壇行ってフォトウォークはかどりました。なんかね、いちいちいろんなものが綺麗なんですよね。いや、そしてこのインスタ360 GO3S、 なかなか夜こんだけ明るいといけますね。よしよし。そしてこれからモンブラン、マグリのモンブラン食べます。入れるかな。何年ぶりかで、美雪館に来ました。そして大好きなモンブランケーキいただきます。9月18日新国解禁。はい、こちらをいただきます。プレミアモンブラン来ました。これどこまで寄れるだろう。食べないかな。美味しそう。いただきます。いやー、三好さんのモンブラン美味しかった。お、なんか降ったような形跡があるね。結構降った感じね。あの後、あの降り始めだったね。しっかり夜になってしまいました。さあ、駐車場で車に乗りました。これからよいしょ、山頂へ向かいます。
よいしょ。じゃん。ということで三軒茶屋到着しました。時刻はなんだこりゃ21度なの。時間が分かりません。よいしょ。さあやってまいりました。じゃん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 。宇佐さんお付き合いいただきありがとうございました。長い長い一日でしたが、ということでまた次回お会いしましょう。ではでは。ではでは。